歌の中で全部ミックスボイスで歌うのって良くないですよね。音の高さの問題だから、高さっていうか、いや、ポップスはミックスでいいと思いますよ。全部ってのはどういう意味かな。全部って裏声でね。地声の部分は別に。裏声で歌う部分もあるし、勝手にミックスに切り替わりますからね。地声の部分はミックスにする必要ないでしょ。うん。地声なんだから。低いところね、低いところ。低いところ、低いところはミックスにならないじゃないですか、そもそも。歌の中で、どういう意味で言ってでもまあその高い音の部分は全部ミックスでも別にいいんじゃないかな。うん、高い音はミックスでいいと思います。それでうまくいかないっていうのは締めすぎたりとか、無駄な力が入ってるとか、そういうことだと思うんだけど、どういう、あれ、意図かちょっとわからん。体の歪みが歌に影響すると昔どこかで聞いたのですが、お二人は整体に行ったり、普段の姿勢には気を使っていたりなどしますか？します。私はします。まあ。気を使っています。それは体は歪んでるよりは歪んでない方がいいじゃないですか、絶対。ただ、それと技術は関係ない。あ、それはそうですよ。それは関係ない。それは関係ない。うん、だから、プラスアルファの部分だよ。まあ、99% は技術ですからね。ただ、そう、プラスアルファの部分で歪んでない方がいいとは思いますけど、まあ、僕は整体に行ってないです。歪んでますけど、多少。私は整体に行ってないですが、ストレッチのなんか、マッサージみたいなんだよ。うん。それに行ってる。まあ、行った方がいいんですけどね。俺、首が長いからさ、やっぱり、こうなったらさ、終わりじゃん。姿勢悪くなったら終わりだから、そのなるべく乗せるように。これ脊椎、頭って俺よく言うんだけど、うん、周りの筋肉が、を使わなくても乗ってる状態、うんうん、ちょっとこうやってなるとさ、そのこれを支えるために筋肉が発動するじゃん、うんうん、これがこれを支えるために筋肉が発動するじゃん、これよろしくなくて乗ってれば周りの筋肉一切使わずに、うんうん、骨、硬い部分がボンボンと乗ってるってことだ、わかるでしょ、はい、伝わった自分もリーさんに声聞いてもらった時ミックスになってることを知って驚きました。そうですね、そういう人結構います、ね、ウンバルトさん、どなたでしょう。バルトさん、どなたか。そんな名前の人教えたことない。教えてない。現在がどういう状態でどういう声で出ているかって自分ではよく分かんない場合ありますもんね。そうですね。うん。自分のことをまず自分で理解するっていうことが一番重要ですからね。自分のことを理解できてないと絶対歌うまくならないですから。例えば自分の音域がどっからどこまであるとか、自分の完成点がどこなのかとか、自分は何の母音が弱いのかとか。そういう自分のことを自分で理解することがまず重要です。そこからまずやっていかないと、うん、やっぱここに初めてレッスンいらっしゃった方々って自分のことをまず分かってないので、そういう意味では自分のことをまず知るっていうことが重要だと思います。YouTube でハイハイ息をスーパーヘッドボイスで歌った動画出してる人いますが、そこまで言ったら才能ですか？まあ高い音っていうのは、うん、まあ、何回も言ってますけど、楽器は人によって違うので、高い音を出す楽器もあれば低い音を出す楽器もあって、うん、だからそういう高い音が出る出ないっていう意味では才能っていうか、ただこれがね、高いか低いかですから、生まれ持った楽器っていうだけだよね。そうそうそう、生まれ持った楽器っていうだけですよね。でもまあその楽器を最大限活かしてより高い音域で、うん、まあ、素晴らしいって言ったらいいけど、素晴らしい声で歌ってるんだったら、まあ、それは才能だし技術でもあると思うんですよね。そうですね、うんうん、完成点のとこって自分の声聞こえなくなるんですか？え？聞こえますよ。聞こえる。聞こえますよ。なんでだかわかんないけど、うん。餃子さん。餃子さん。僕、完成点どうですか？もうちょっと上じゃない？いや、もう。バリトンってもうちょっと上じゃない？どうですよ。でも僕 C フラット、C フラット。早くね？僕は低いんですよ、これ。だから、でも全然聞こえないっていうのはないですよ。聞こえますよ。社長だったらレぐらいでしょ？下のチェンジ。下のチェンジか。下のチェンジ。下のチェンジは、そうだね。ですよね。気にしないけど、この話したよね、前。すごいです。気にしないって羨ましいわ。下のチェンジは気にしない。やっぱり上のチェンジはすごい気にしてるけど。下のチェンジ気にしないってすごい。上のチェンジさっきさ、生徒さんとさ、一緒に、まあ、はい、彼もテノールだから、はい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 、同じぐらいでさ、やっぱりファとファシャープがうまく、なんかちょっとやっぱり、うまくいかないんで。それ自分でもやって、やっぱりそうなんだなって。勉強した、俺も。俺もだなって。僕は下のチェンジで苦労しましたからね。そう。